2024年4月、福岡某所。この日、九州を牙城に全国展開するホストグループ S グループの精鋭たちが一堂に会する圧巻の一夜が執り行われた。今日という日は、去年1年間みんなが努力してきた結果が表彰される日でもあり、壇上にこれから立ってくる仲間たちを盛大に称えて、惜しくもこの壇上を逃した人間は来年必ずこのステージに立つと誓いと覚悟ができる日でもある。この S グループで生きていけている俺たちと S グループの全員が最高になれるように、その明るい未来、改めてね、新しいメンバーと共に札幌で盛り上げていこうと思ってますので、よろしくお願いします。そして関さんで新人を目指して頑張ります。よろしくお願いします。おっす。東京編も来てくれたので、まあちょっと中洲に食い込めれるように今年は頑張っておこうかなと思います。僕は去年も参加させてもらったんですけど、やっぱ今年もたくさんのいい刺激があると思うので、その刺激を今年の上半期、下半期に生かしていけたらいいと思ってます。僕は初めて総会に参加させていただいて、正直緊張してる部分がすごいでかいんですけど、まあ、今から壇上ずつの先輩たちの発言だったり今気持ち聞いて、まあ、今後の自分に生かしていけたらいいなって思ってます。刺激を今日もらって、自分も今年表彰式に上がれるように頑張ります。負けられないなって思ってるんですけども、結果は結果なんで、まあ、ちょっと今回の総会で刺激を受けて、まあ、来年につなげたいなと思ってます。気持ちいいっすね。はい、はい、最高っす。前回と1個落としたんですけど今年は頑張ります。来ると迫力すごいっすね。海さんです。まあ、やっぱり去年もそうだったんですけど、終わった後のモチベーションがものすごい上がるんで、やっぱ神セブンになりたいとかいう思いが強くなるんで、上がる気満々だったんですけど、まだまだでしたね。今年こそ上がれるようにもっともっと頑張ります。ファーストのメンバー、今日はかなり登壇されるということで。そうですね、それめちゃくちゃ嬉しいことですね。やっぱりこうチームで働いてる僕からしてもものすごい嬉しいなと思います。はい、ファーストさんのおかげみたいなところありますか？いやみんなが、まあみんなのために僕はやって、それが自分のためにもなったって感じですかね。来年の総会の時には、まあ、ここじゃなくて前の舞台に立ちたいなって思います。僕も日々この壇上目指してやってるんで、まあ今年上がらないけど来年は絶対上がるんだっていう、そういう気持ちで先輩のスピーチ絶対聞きたいと思います。壇上に上がる人たちが何を思ってるのかちょっと聞きたいなっていう部分あります。来年の表彰式で表彰台に上がれるようにしたいと思います。刺激もらいます。会長や社長がこういう場を設けてくださって、僕たちのモチベーションみたいなのが保たれてるところもあると思うんで、これからこういう場を無駄にしないように誠心誠意ホスト堂に邁進してまいります。24年の目標はズバリ不足しない。 S グループの一時代を築き上げた幹部、執行部に加え、新たなスターホストが続々と誕生した2023年度。登壇する者、惜しくも登壇には至らなかった者、それぞれの思いを胸に挑む2023年度 S グループ総会。そしてこの男も会場に。何回目の総会ですか？わかんないですね。これマジに載せるやつ。やめてくださいよ。なんで？何回目の総会ですか？さっき聞きましたけど。何回目？何回目？そしてこの男はじゃんけんが弱いことで有名である。じゃんけんで勝ったら動画撮っていいですか？わかりました。撮ってます？いや、じゃんけんぽ勝てますか？はい、じゃあ撮ります。最初のアイコやったり映像やったりちょっと見るだけでも始まったなって思います。確かに確かに。2024年の目標それぞれありますか？
ですけども、本日の総会、僕は2回目の総会になるんですけども、やっぱりこう自分としてもっともっと頑張ればよかったなとかいっぱい気持ちはありますけど、来年はね、必ず絶対上に絶対行けるぞ。判決に行きます、はい、普段はライバルとして熾烈なナンバー争いを繰り広げる彼らだが、この日は互いの功績を称え合い、穏やかな時間が流れていった。今俺はもうキャストか、言わずもがな、俺は言わずもがない、誰そしていよいよ2023年度最も輝いた男たちが壇上へ上がる。2023年度デスグループ新人王の発表です。思い返したら、ちょうど僕はこの1年前のもうこのタイミングで入店しました。で、その時見たのが、やっぱり壇上でこうやって輝いていた先輩方の姿がめちゃめちゃかっこいいのは覚えてて、で、その中で特に前回の新人王のスティンガーファーストのゼロ主任の姿を見て、俺は絶対にあそこに立ちたいって思ってからここに今立ててます。そしてやっぱこうやって自信持って壇上に立たせてもらってることと、新人王っていう夢を叶えてくれたのは自分の姫様方なんで、そこへの感謝を忘れずに、まあ、自分は常にずっと姫様を笑顔にさせ続けるので恩を返していこうかなと、それしかないからこの1年も突っ走って頑張っていきたいと思います。次ステージ僕が立てるのっていうのは神セブンになることしかないので、絶対に新人王になりたかった頃、あの頃のように今は神セブンになりたいっていう思いで、絶対に叶えるまで、勝てるまでやり続けます。俺は絶対負けません。またこの壇上で会いましょう。以上です。優勝
仲間たちとサポートしてくれるね、クロスさんたち、そして最高の看板と最高の環境があるからこそ、成し得たことだと思ってます。チャンスは与えてくれるけん、このうちのね環境は。だからこそやっぱ掴み取るのは自分やねん。俺たちね、まだね、リシャール始まったばかりやけん、全然まだまだこれからスタート第1歩目第1章やけん、来年の表彰台はね、リシャールがバンバンねこの表彰台立てるように本物をね中洲中に見せつけてやるぜ。 OK!こうやって壇上立ってみんなの顔を見て思ったことは、やっぱりこの壇上っていうステージはすごく嬉しくて目立ってるんだなって自分思います。僕は姫様があって、姫様の力でここに立てたんで、姫様方、お姫様本当にありがとうございます。そして来年ナンバーワン取れるように、俺はもっともっとかっこよくなるんで、まだまだ未熟者ですが、僕にお姫様がついてくれたら嬉しいです。本当に最高の一日をありがとうございました。俺は姫様に使ってもらった時間、使ってもらった金額、もしかしたら全ては返せないのかもしれない。でも俺はなんでトップランカーなんだって言ったら、自分よりも相手を愛せれる、愛せれるけん、こうやって8年もトップランカーで俺のように愛にはしっかり愛が入ってくる。自分のことよりもっと相手を愛せ。 OK?以上かな、ありがとう。そして誰かに勝ちたいなら、超えたい人がいるなら、自分の負けを認める強さを持つこと。逃げるために認めるんじゃない、勝つためにまず認める。きっと君はそれが絶対できると思う。そしてね、どれだけ結果を残したとしても、売れる人間になったとしても、大事なことをね忘れないでほしい。俺たちは一人じゃ輝けない、仲間がいて、お店があって、支えてくれるお客様がいてこそ、俺たちは初めてそこで輝ける。それを胸に刻んで、俺はね、君たちにはとことんとことんね、かっこいい男になってほしいって思ってる。なぜなら次ここに立つのは君たちだから。お前なら絶対にできる、絶対にできるから。来年は逆に俺がそちら先でお前のスピーチを聞く。楽しみにしとる。あとは任せたけ。以上。さあ、ついにナンバーワンが発表となります。2023年の S グループナンバーワン。
姫様からも愛されるし、人から愛されるっていうのはめちゃめちゃ大事なことやけん、愛されたいならまず自分が本気で愛していかないといけないと思う。だけど、まあ、俺はね、もちろん姫様方はもちろんやけど、これからね、セカンドの代表としてセカンドのみんなをしっかりね、全員一人一人愛していくし、背中で見せていくけん、セカンドのみんなしっかりついてこいよ。俺はね、まあ、これに満足せず次の世代に負けんように、俺はこれからもね、しっかり10年先でも締めナンバーを狙っていくようにやっていきます。本当に皆様ありがとうございます。互いが仲間でありライバルでもある S グループの男たち。会場は熱気で包まれ、多くのプレイヤーが栄誉ある壇上に立つ。そして2023年度売上上位7名が発表される。それではナンバーセブンの発表です。最高の S グループ、最高のメンバーの中で人がないっていうのは、やっぱ姫様が俺と出会ってくれて、日々頑張ってくれて、俺このステージに立たせてくれることに本当に感謝してます。僕はやっぱり正直誰かと競うっていうのは初めは向いてなくて、でもその時佐久代表だったり美月統括がお前なら好きにやっていい、好きにやって失敗何回でもしたらいいって言ってくれました。そう、失敗したおかげで得るものがあったり学ぶことがあったり、そこでいっぱい成長してきました。今の先輩方すごくかっこいいですが、若い世代で来年この神セブンを埋め尽くしたいと思います。本当にありがとうございます。そんな嬉しいことはないですね。もうここに立てるってことはもう誰のおかげかって言ったら、もうここにいるみんなのおかげ、そしてセカンドのみんなのサポートがあって、そして隣にいてくるお客様のおかげなんです。けど俺めちゃくちゃ悔しいことがあって、去年と落としたナンパーを去年より1個落とすしかめちゃくちゃ悔しいけど、これ壇上になって悔しいって言える俺がちょっと気持ちいい。壇上になってないみんなは俺の言葉によってすごい刺激になってほしい。来年俺はここに立ってやるんだって思ってほしい。俺から以上、ありがとう。プレイヤーのみんなはね、年を取れば取るほどね、プレイヤーとして不利になるんじゃないかなとか、できなくなるんじゃないかなって思ってる子も多いと思います。
でも俺がここにね立つ意味の一つは、そんなこと思わんでいいって全然年取ってもいろいろって言わせれるためにね、俺はここに立とうと思ってます。例えばね、代表になったから忙しいとか、年を取ったからね忙しいとか、ね、そういうね自分が今の自分に言い訳をしたくないんで、俺は今からねプレイヤーとしてね、ここでかっこいいね輝いていこうと思ってます。今年多分みんな飾り方も目標とか、こうしよう、ああしようとか、その期待に絶対に応えるために、今日からとかもう今から始めていってほしいと思う。その自分の期待に応えられるようになった時って、多分お客様の期待にも応えられて、従業員の期待にも応えられて、S グループの期待にもきっと応えられる状態です。そしたら多分来年はそっち側じゃなくてこっち側でここで喋ってる自分がいると思うので、みんなも自分の期待に応えられるように頑張っていこうぜ。よろしく。本当に人生が変わりました。びっくりするぐらいで、多くの人と出会い、多くの人と関わり合いながらここまで来ました。そして俺はね、次に証明したいものがあります。俺の人生を変えてくれたこの大好きな S グループを、ここで本気でやり抜いてきた人間はどこの世界にとっても輝けるんだぞって俺が見せるから。だからこそ、そんな俺がね、こけるわけにはいかないんだけど、みんな聞いてくれ、そして安心してくれ。何かを背負ってる時の俺はめちゃくちゃ強いから大丈夫。だからこそ、これからの俺から目が離せねえから。何が言いたいかっていうと君の姿勢を、そういうこと。しっかりやっていきたいと思います。今年の目標は、しっかり1億以上いって今年もやっていきます。しっかり有権しやっていくんで見ててください。ありがとう。残す売上ナンバーワンの発表を前にして、会場には荘厳たる緊張感が漂っていた。過去最高レベルの売上争いが繰り広げられた2023年度。そんな中、売上ナンバーワンに輝き S グループの頂点を勝ち取ったのはやはりこの男だった。
先輩や仲間や後輩、それがあるからこそ今の自分が成り立っている。俺はこのスティンガー100年目指してやっていきたい。100年間続くホストクラブっていうのはどこにもない。でもこの S グループ、今ここにおるメンバーが中心となって核となって100年間このスティンガー S グループをホストクラブをできたので、それはすごく幸せやし、俺はこのスティンガーを愛してる。俺はこのスティンガーあるから今日ここに存在できている、ここに立てている。お前ら忘れるな、俺たちがナンバーワン。